うなってるんだ。カッツァも。君はまだ。だから私たちが何とかする。死して再び会うとはな。ジムラン七さん、七代目の継承者。僕は稀に不思議な夢を見ることがあって、持ち主は二度と夢に出てこないんだ。臓器、細胞に記憶が宿っていると言われるように。これ以上志村の思いを踏みに。ヒーローなんだって忘れないでね。さあ、弟は僕に似て意地っぱ。次はその子か、兄さん。